はい、こんにちは、こんばんは、たかです。今日はいよいよ注目の CPI ということになります。特にドルなんかこう動いてくるかと思いますけども、まあひとまずこの CPI に向けた、トレンドというのをここ最近見ていたんですけども、特にドル絡みの通貨もはっきりレンジが見えていますから、まあ、この CPI で、一つの決着となればいいんですけどもね。ドルストン通貨に関してはもう特にこう触れることはもうないですね。こちらユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。冷やしレンジがはっきり見えていますから、まあさすがに今日のこの CPI で一つの決着、まあ、上に抜けるのか下に抜けるのか、これはもう正直わからない。CPI の結果次第でどうとでも変わるかと思いますんで、まあ、これはもう結果を見てから、判断でもいいのかなと思います。まあ、今の環境はというと、今はまだサポートはされているんではないかなと思いますね。上昇トレンドの波の起点部分を割り込んでいませんから、割り込まなければ買いが入ってくるかなというふうに思うんですけども、ただ一歩こう割り込んでしまったら今度は高値からの売りのトレンドに変わってしまいます。そうするとまあ波の起点までまだだいぶ距離もあるということで、まあ、しばらくこう売りの流れが出てきやすくもなってしまうかもですね。結局は今この決着というのがついてないですから、レンジ高値 1.09 の後半あたり、レンジ安値これ 1.09 あたりですね、このあたりをどちらにブレイクしていくのか、まずはこれをしっかり見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。ユーロ円だけではないです。クロス円全体的、ドル円もそうですかね、少しこう強い流れが出てきています。円がとても大きく売られました。まあ、円が売られただけではなくて、その結果直近の高値、こういったところも抜けてきましたんでね、まあ、高値更新ということにもなりますから、これは上昇トレンドを見ていくことになりますね。まあ、トレンドを見ていくことになりますから、今日もこれは高値更新は強く意識はしたいところですね。もしこう売っていこうとかね、上値の重さとか、そういったものをもし見ていくんであれば、一旦は大きな売りが入ったというこういった事実を見てからでもいいんではないかなというふうに思いますね。まあ、潰されたら再び今抵抗なんかも見えてきますから、その時にこう売りを意識してもいいのかなと。今まだそういった売りも見えてないですからね、目線としてはもログ、買い場を探っていくということになってきそうです。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。今週の週足、しっかり陽性になってきています。実は先週もしっかり陽性になっているんですけども、僕は先週の段階ではまだ調整レンジを疑ってたんですね。まあ、そういった意味では今週はブレイクしてきそうということで、まだ週足は確定してないですから、例えば今日の CPI で潰されるみたいな動きが出てしまうと、この158円台のまあ抵抗というのは再び見えてくるかと思いますけども、ただこの陽線、しっかりした陽線になってきてますからね、このまま行くとまあブレイクということになってきそうで、まあ、ブレイクしてくれば、来週にもつながる動き、来週も高値更新は期待できるチャートになってきますから、まあ、目線として、まあ、シナリオとしては、まあ、どこかで買いたいということになってはきますね。ただやっぱりこの CPI というのがね、どうしてもまあレート大きく動いてきますから、その結果158円、まあ、このあたりですけどね、このあたりを再び割り込んでくるとか、そういった動きになってきたらまた環境は変わってしまいます。この158がブルベアの分岐点ということになってきそうですね。強いんであればここは割ってこないだろうと。割ってこないなら、ま、定期的にこうロングを狙っていきたいと。もし割ってくれば、ま、ロング勢にとってはもう苦しい状況、ショートを狙っていきたいと。まあ、そういった分岐点を158円に置いて、値動きは追っていくことになりそうです。はい、変わりまして、こちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。まあ、これもレンジの形が見えてますかね。一旦この 1.28 あたりを抵抗に見てたんですけども、今週の動きを見ても、もう少し手前ですかね、1.27 の真ん中あたりですか。このあたりも強い抵抗はあるのかもですね。現在はこの抵抗を抜けれていません。上値が重いということにはなってくるわけですけども、ただここをレンジと見ていけば高値圏なわけでね、もし本当に上値が重いんであれば、レンジの上から売りが入ってもおかしくないはずなんですけども、そうはなってないんですね。高値圏というのが見えている一方で、もう少し短期足に落とし込んでいくと下からのトレンド、これが止められての調整局面といった形も見えています。まあ、つまりこう上げの締め替えなんかも入ってきているという状況ですね。こういった小さなレンジの決着がついていない、今日は CPI ですからね、この決着というのがまあ今日でついてくるんではないかなと思います。まあ、今現時点でこうトレンドが出ていればね、乗っても面白いと思いますけども、今現時点で見えているのってもレンジ相場ですからね、これはもう CPI の結果を受けて、判断ということでいいのかなと思います。まあ、慌ててこうバタバタ、するようなまあそういったタイミングではないかなとは思いますね。とても重要な抵抗体として、まあ、特に上の抵抗ですね、 1.27 の真ん中からこう 1.28 あたり、このあたりの抵抗体を抜けてくるのかどうか、ブルベの分岐点として意識して見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。こちらはもう完全にブレイクということになってきそうですね。ここ何日間かずっと抵抗になっていた184円、まあ、ようやくと言っていいですかね、ブレイクしてきました。
さらに、この内容がいいですね。円が弱いというのもあるんですけども、今年に入ってからこのポンドしっかり買いが入ってるんですね。一昨日少しね、停滞感も出たりしましたけども、昨日もまたこのポンド強かったですね。その結果、上昇トレンド、もうトレンドがしっかり出てきてますから。これはしっかり乗りたいところですね。今日も高値更新は強く意識をして見ていくということにはなってきそうです。まあ、懸念点があるとすれば、今日の CPA ですね、とても大きな値動きになってくる可能性はあるかと思いますから、例えばこう大きな売りが入って潰されたとかね、こういった流れが出てくると、少しまたこう考えることも出てくると思いますけども、そうでなければ、ブレイクというこの事実に注目をして、高値更新をもう常にこう意識しながらこう買い場を探るということになっておきそうです。はい、こちらが4時間足、シワシワ重ねています。高値更新してきましたんでね、上位足で今の現在地の確認ということになりますけども、このあたりをレンジとも見てたんですけどね、これも今週の値動き次第ではもうブレイクということになってきそうですね。CPA で潰されたみたいな動きになってしまうと、ちょっとまたこう環境も変わってきそうですけども、この位置で引けてくるところで来週にもつながってきそうですね。しばらくこう強い流れが出てきそうな、そういったチャートになってきたということです。では目標はとなってくると、これはもうひとまず直近の高値188円あたりが一つのターゲットになってくるかなと思いますから、まだ上げ余地もあるんですよね。潰されなければ来週も高値更新を意識した、ロングを見ていくということになりそうですから、全体的な流れとして、押し目買いというのはこう強く意識をして見ていくことにはなりそうです。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷やしを重ねています。こちらもレンジという形もうはっきり出ています。ドル相全般的にもこういった値動きですよね。今夜は CPI です。この結果を受けてから、もう一度判断でもいいのかなというふうに思いますね。今の環境はというと、やっぱり強い流れの押し目買い環境かなというふうに思います。そうなると今は下にサポートが見えているという状況ですから、割り込んでしまったら少しこうロング勢は苦しい状況にはなってきます。ただこのあたりの攻防というのは CPI の結果でいくらでも変わってくるかと思いますからね。結果を受けてどうなったのかというのをまずは見てから判断ですかね。変わらずサポートが見えてくるんなら、その時はこうロングを見ていくのも面白いとは思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円、1時間足に冷やしを重ねています。この5ドル円だけがちょっとこう上値が重いんですよね。昨日は強かったですけども、ただ引いて見てみると結局レンジからまだこれ抜けていないようにも見えています。昨日相当円が弱かったですからね、当然強い流れが出てくるのもわかるんですけども、なぜ5ドル円だけがこのように上値が重い形になっているのか、これ今年に入ってから5ドル、ずっと元気がないんですよね。昨日は少しこう買い戻しは入っていたようですけども、今年に入ってからこう目立って5ドルが買われたという流れがまだ出ていません。その影響もあって円が弱くても5ドルも弱い状況になってしまっている。その結果レンジになってしまっているという状況があります。なのでクロス円の上昇を見ていこうと思うんであれば、5ドル円が今すごく一番見にくいチャート、目の前にまだ壁が見えていますから、例えばこう円が弱いわけですからね、ロングを見ていくにしても超えないといけない壁が今これ目の前にあるということですからね。すでに抜けてきてトレンドも出ているユーロ円、もしくはポンド円あたりと比べると上値の重さが逆に見えてしまっているということになりますね。とはいえとてもこう円が弱いですから、すぐにこう売りを意識していくようなチャートではないように思います。ですから今のこの相場環境とはもしかしたら合っていないかもですね。5ドル安円安相場ということで、5ドル円というのはこう弱い通貨同士のペアということになります。大きな動きとかを見ていこうと思えば強弱がつかないとダメですからね。片方が弱い通貨で、片方が強い通貨となった方がよく動きますんで、そういう意味では今のこの相場環境には合っていないかなと、様子見でもいいのかなというふうに思いますね。はい、ということで、まずはクロス円ですけども、連日こう目線はあまり変わらないですね。やっぱりこのポンド円に注目はしたいところです。特にこう円が弱くてポンドが強いと、強弱の差もしっかりついています。高値も抜けてきたということで、潰されるまではしっかりトレンドを追いたいところですね。ただし、今日 CPA があるんですよね。この CPA はどうしても相場の方が荒れてくるかと思いますから、それなりにこう押す場面というのがね、もしかしたら出てくるかもしれませんので、このボラの大きさに振り回されないようにはしたいところですね。はい、あとはもうドルが絡む通貨になってきますけども、こちらはもう CPA の結果を受けて、もう一度判断でもいいんではないですかね。今現時点ではやっぱりレンジになってしまってますから、決着待ちの状況かなと思います。現時点では若干の鈍化を織り込んでは来てるんですかね。ただこのあたりはどういう結果になるか正直わからないですからね。特にこだわりがなければ、結果を見てから、判断でもいいのかなと思います。かなり大きな動きになることもね、十分考えられますんで、ポジション持つ場合は、これは十分注意はしていただければと思います。今回は以上になります。それでは今日も頑張っていきましょう。